はい、こんにちは。漫画スクリプトドクター後藤です。今日はですね、少年漫画と少女漫画の最新の傾向についてお話ししていきたいなと思ってます。特にね、キャラクター作りの部分である傾向が見えてきてます。それをね、皆さんに最新をね共有したいなと思ってます。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて漫画を楽しく描けることを応援していくチャンネルです。ぜひ画面右下の PC の場合はここに応援ボタンがあるのでチャンネル登録お願いします。スマートフォンの場合は画面下に赤いチャンネル登録ボタンがあるのでそちらからお願いします。さあね、少年漫画少女漫画に最近どんな傾向が見られるのか、ね、僕ら実はね、漫画技術研究会っていうのをやっていて、そこでね、新連載を全部読もうと思っていて、そこでね、その新連載から得たものっていうのを研究してたりするんですけれども、そこで見えてきた知見があるんですね。で、どんなものかっていうと、もう最近ね、もうこれ、ね、答えから言うと、最近ですね、こんな傾向が見られます。それは何かというと、少年漫画に、こう、いわゆる少年誌のヒロインみたいな、そんなヒロインっていうのが最近出てこないか減ってたりするよねということです。例えばどんなヒロインかというと、ドラゴンボールで言えばブルマみたいなね、人とか、ナルトで言えばさくらちゃんみたいな女の子ですよねっていうような感じで、いわゆるなんかその記号化されたじゃないけど、まあ、少年誌といえばこういうヒロインいるよねみたいなヒロインですよね。で、これっていうのはだからつまり、主人公の対となるようなね、主人公と組んで物語が進んでいくようなそういうヒロインでね、あ、例えばだからワンピースで言えばルフィで言えばナミみたいな、ああいうヒロイン像ですね。これがね、実はね、最近めちゃめちゃ減ってたり、むしろね、自然な女の子になっているんですよ。で、これがブルマに関してはね、この研究会でもちょっと、いや、ブルマはその当時から記号化というよりはなんかこう割と生々しい部分もあったんじゃないみたいな話題も出て、あ、確かにそうかもしれないなと思って、ね、いわゆるだからそれ少年って、基本少年ってさ、昔はさ、特にさ、いや今もそうなのかもしれないけど、女の子の子と女の子の生態がよくわからないじゃないですか。だから基本はだからなんていうのかな、女の子ってこんな感じなんじゃないかというね、想像上の、ね、割と記号をめいた女の子になっちゃいがちだったんだけど、今最近全然そんなことがなくなってきて、むしろ自然さが増してきている、もしくはもう出てこないとか、ね、でこれ僕もだからね、そう記憶にあるんですよね。そのアシスタントとかしてた時にね、そのアシスタント仲間がどうしてもヒロインがね記号化してしまうんだっていうことを言っていて、もうね、どうしてもね、なんですってって言っちゃうんだってこれ面白いなと思って、確かになんですってって怒るなと、記号化された女の子はと思って、でも確かになんですってはね、あんまり、そうだね、あとはやっぱり言っちゃうのはなんとかだわっていうね、なんとかだわ、まあいいんだけどね、漫画記号としてね、うん、っていう子が、で今そうなんです。それが最近ね、もっともっと出てきたとしても、風が強くなってきた、自然な女の子が割と多いんですね。でこれがね、実は逆もそうなんですよ。で少女漫画の方のヒーロー像っていうのも、これまでだったら、割となんだろう、記号化されたヒーローみたいなのもまあまあそれなりあったと思うんだけど、今結構もうちょっとなんだろう、人間として自然味があるヒーロー像がやや増えてるんじゃないか説。これも僕もね、少女漫画に関してはものすごい詳しいわけじゃないので、どうですか、むしろ少女漫画描いてる人、皆さんどう思われます、そう思います。でもね、面白いなと思ってるのは、なんでそんな傾向が出てきたのかというと、まずね、今これは東西さんが分析で言ってたんだけど、今アプリっていうのね、今いろんな書店のアプリってあるじゃないですか。電子書籍とか読めたりとか、普通に連載が、ね、読める作品のアプリっていろいろありますよね。で、例えばジャンププラスもそうだしね、例えば漫画ボックスとかさ、漫画ワンとかいろいろあるじゃないですか。でどのね、アプリもね、基本的にこのアプリは少年向きとか、このアプリは少女向きっていうのって今どんどんなくなってるんですよ。もう全てその一つのアプリで少年向きもあれば、少女向きもあれば、青年向けもあればっていう、基本的にどこも足りない、自分の足りないジャンルをどん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 増やしてって、もう基本的にだからマルチな、ジャンルが全て揃っているっていうことに今なってきてたりしますと。でそういう風になってきた時にですよ、みんなだから今もしかして若い人たちってもうジャンルの区分って
ね、そういう少年漫画少女漫画のジャンルの区分ってなくなっちゃってるんじゃないって言ってて、確かに、あ、私はこの漫画ワンとかじゃあアプリで見ようとかね思ってたら、そのアプリに更新されてるものっていうのは基本的に目に入るから、少年漫画少女漫画とかそういうの問わず、もう普通に気になったやつバンバン読んでいくんじゃないかと。でそうなった時にその垣根っていうのがどんどんなくなってるんじゃないのかって言っていて、つまりみんな例えば、まあ、極論だけど少年漫画も少女漫画も読んでると、つまり、少女漫画の女の子とかも詳しくなってくる、つまり女の子の生態にやや詳しくなっていったりするわけですよね。そうするとそこで出てくる女の子、自分が描ける女の子っていうのもやっぱりもうそんな記号化されたものではなくて、少し、なんだろう、もうちょっと深みがあるというか人間的な機微のある、女の子になったりするんじゃないのかって、そういうことです ね。この流れ面白いよね。でそれを考えた時にですね、今だからそういう傾向があるから、むしろだからね、なんだろうな、分かりやすいキャラクターっていうので売っていくっていうのもあるかもしれないんだけど、この傾向に乗るんだったらやっぱり今、例えば逆に少年漫画のバトル漫画とか書いてます、ヒロイン出さなくちゃいけないですとかなった時に、も逆張り、逆に少女漫画とか今読んでおかないとダメかもしれないね。その逆に言うと、今少女漫画ずっと読んできたけど男の人のことあんまりよくわからないですと、男の人が何考えてるかとか全然わからないです、だから、こんな姿の理想的な、ね、もう自分の理想だけのなんかなんていうのかな、まあ、いわゆる記号化してしまったらそれはちょっと今の現代的にはややその潮流から言うと外れていくかもしれないね、わかんないけどね、それでそれの良さもあるけどね、わかりやすくなったり魅力がね、わかりやすくなったりするんでね。でもだからやっぱり逆に少女漫画家志望の人は、男の子の少年向けの漫画とか読んだりしつつ、もうちょっとだからお互い知り合っていくというか、だからそこでヒーロー像とかヒロイン像というものに、深みが今出てきているんだよねっていう現状があるぞとね。どうですか、皆さんどう思います、ね、ちょっとだからね今、自分自身の、ね、ヒーローとかヒロインっていうのをそういう目線で見直してみるのもいいんじゃないかなと思いました、ね、そうだな、例えばね花の井くんと恋の病ね、とかね、っていう少女漫画あるんですけど、これもやっぱり男の子とかはやっぱりすごい、ね、彼女のことを思ってくれる、キャラクターだったりするんだけど、うん、すごくなんだろうな、これまでのヒーロー像とはちょっと違う人間味がなんかこうしっかりあるというかね、なんかそんな感じで、キャラクターの人間味みたいなのがより深まってきている、多分それがなんかこう少年漫画少女漫画の、ね、融合にあるからなのかなみたいな、ところに、あとはこれはどうなんだろうね、今少年漫画を描いている女性の作家とかも多いし、そういうところも影響しているのかもしれないですよね、というね、最新の傾向でした、ね、ぜひ皆さんも、ね、自分だったらね、自分の作品どう思うかとかね、他の作品読んでみて、最近の傾向、ね、皆さん自身がどう感じてるかとかを教えてもらえたら嬉しいです。さあじゃあ、この番組はすいません、この番組は、何を言おうとしたんだ、チャンネル登録だね、ごめんね、なんかこうすがすがしい空気でですね、いやいや頭が飛んでしまった申し訳ない、チャンネル登録がねこの辺りにあると思うんで、ぜひチャンネル登録お願いします。いや気持ちいい空気です ね。ちょっとごめんなさい、なんか僕この気持ちよさにでなんかやや今日ゆったり喋っちゃったかもしれないね。こうゆったり版とどうですかね、いつも元気に喋ってるんだけど、なんかこうどっちがいいですかねじゃあそんな感じで、チャンネル登録やあとは感想お待ちしてます。あとはですねおまけ動画も、今回もねたくさんトラブルがあったんでおまけ動画が増えましたので、おまけ動画もファンボックスで公開してますね、1個目のね動画はね基本無料で見れるんで、ファンボックスも見てみてください。じゃあまた次回です。またねー。